はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画ではコンガのモフについて解説していきます。早速聞いていただくんですけども、モフとは何かというと、こういった感じの音、叩き方になります。これ打楽器、パーカッションの中でもかなり特殊な奏法で、まあ言ってしまうとですね、半分鳴らせて、半分押さえつける。これですね、同時にやることによって、この独特のクン、クン、クンってですね、低音成分を引き出す叩き方になります。で、ラテン音楽以外、例えばロック、ポップスとかダンスミュージックでコンガを叩いている方にとってですね、このモフって使いどころないんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、まあ全然そんなことはなくてですね、例えばフィルインとかソロでこのモフってめちゃくちゃ使えますし、あとはリズムパターンの中にですね、ちょっと隠し味的に組み込んであげると、そのリズムパターンがすごい豊かに聞こえてきます。で、何よりこのコンガにしか出せないサウンドなので、コンガ演奏する場合はですね、ぜひこのモフという叩き方をマスターしてほしいと思います。はい、では叩き方の解説です。まず手を構える位置は基本のポジションです。オープンとかクローズを叩くときと同じポジションで、まあ、限りなくですね、オープンを叩くようにストロークするんですけれども、まあ、こういうふうに打面にですね、ピタッとくっつけて鳴らします。で、この時、手が打面に当たる位置はですね、だいたい指の第一関節より下の部分です。この部分をですね、こう、手を適度に柔らかくした状態で、なんでしょう、一つのハンコ、スタンプみたいなものだと思って、こうハンコをですね、ペタッと打面に押していくような感じ。あのベースの時とちょっと似てますね。この第一関節より下の指の腹、指の平の部分が一つのハンコだと思って、これを打面にペタッと押すと。で、何回か、こう、ペタペタ叩いてみてほしいんですけれども、狙う音としてはですね、こう、トゥン、トゥン、トゥンっていうちょっと低い音の成分。あの、オープントーンをギュギュッと濃縮したような、トゥンっていう音になるはずなんですね。で、この低めの音を狙って、この手の指の当たる位置だったり、こう、ハンコを押すですね、強さをいろいろと調整してみてください。で、いろいろ叩いてみるとわかると思うんですけども、まずですね、この指が開いている状態になってると、こうあんまり低い音っていうのが出にくいです。なので、指は揃える。で、この指の平の部分はまとめてあげる状態にすると。で、あとこの指の先端がですね、先に打面に着地してしまうと、まあ、スラップみたいなですね、ちょっと高い音の成分が出てしまいますので、やっぱりこの当たる時にですね、この指先、特に第一関節より上の部分はですね、あんまり当てないように意識して、第一関節より下の部分が中心。まあ、落とす時の重心がこのあたりにある感じですね。で、この手が打面に当たる位置ですけれども、オープンを叩くときと全く同じ位置でモフが叩ければ、それは移動のロスがないんですごい理想的なんですけれども、人によってですね、この指の長さが違ったり、使ってるコンガの径が違ったりしますので、必ずしもですね、オープンのポジションがモフが一番いい音で鳴るポジションとは限りませんので、まずですね、オープンを叩く位置で、そのままモフを叩いてみて、そこからですね、少しずらしてみてほしいんですね。少し手前にずらして叩いてみたり、ちょっと奥にしてみたり、こうよく低音がクンクンクンと鳴るポイントはどこだろうってちょっと探ってみてほしいんですね。
あ、このあたりがどうやら一番低音が鳴る、モフが一番良くなるポイントだっていうのが見つかりましたら、それがですね、あなたにとってのモフのスイートスポットになりますので、まあ、そこを覚えておいて、モフを叩くときは、そこを狙うといいと思います。ちなみに参考までに僕の場合ですけども、僕の場合はですね、こう、オープンを叩くときよりも、モフの位置はですね、少し手前に弾いています。だいたいこの指の付け根がちょうどこのコンガの縁に来るぐらいって、まあ僕は認識してるんですけども、この辺が一番良くなりますね。で、割と手大きめ、指長めだと思いますので、まあ長めの方はですね、もしかしたらちょっと手前に弾いた方が、よく低音成分がなるかもしれません。はい、ではモフのサウンド出せるようになりましたら、右左でしばらく叩いてみましょう。せーの。はい。では次は練習として、右左で叩いて、オープン、モフ、モフ、オープン、モフ、モフと、3打ずつ音が変わるというのをやってみましょう。せ、の、オープン。だんだん早くします。はい、では最後にモフを使ったフレーズを一つ練習して終わりにしましょう。フレーズはこんな感じです。トト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 ですね。手順は右左で、ワン、ツー、ティー、フォー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 です。最初の4発がモフ。最後の2発がオープンです。1, 2, 3, 4. 4で2発。モフ、モフ。次の1, 2がモフ、モフ。3, 4がオープン、オープン。1, 2, 3, 4. 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 1, 2, 3. っていう感じです。はい、このフレーズを好きなリズムパターンの中に組み込んでもいいし、まあ、時々入れることでフィルイン的に使っても OK です。ちょっと適当に叩いてやってみますね。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。このモフをですね、ちょっとしたフレーズに入れてみたり、今までやったリズムパターンの中に少し混ぜてみたりすることでですね、ぐーんとですね、コンガの表現の幅が広がりますので、ぜひやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろやっておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。